やっほー、阿部かや子です。今日はめちゃくちゃ景色のいい場所に来てます。初ツルトンタンに来ました。すっごい景色いいです。初めて来たからどんな感じかわからないけど、とにかくお出汁のいい香りがしてるので楽しみです。お腹すいたので早速レッツゴー。260g が1人前でご提供してまして、で半玉から半玉刻みでできますので、あ、そしたらツルトン三昧をちょっと量少ない。はい、かしました。お願いします。はい、はい、お待たせしました。ツルトン三昧でございます。ありがとうございます。見て器すごっ。こんな大きいの？巨人サイズじゃん。ではでは早速早速いただきます。よいしょ。麺どこ？え、なんかすっごい大きいお揚げが入ってる。お揚げがさ、座布団みたいなお揚げが入ってるんだけど。はい、あった、あったね。優しい味だ。うまめで美味しいです。天ぷら、完璧な揚げ感。ツルトンタンってこういう感じなんだ。もうすでにリピートしたいもん。美味しい。私の周り今すっごい景色いいんだけど、ボリュームすごい。本当に座布団みたいな揚げ。この器にまずびっくりだし、美味しい。なんかおうどんをちゃんと食べる機会ってあんまりなかったから、結構久しぶりに食べるかも。うどん、なんかおうどんってちょっとこうお手軽な食べ物みたいなイメージだったけど、こんなになんか満足感のある、見た目も美しい一品になるんだなと。うどんに敬意を払いたいと思う。めちゃくちゃ美味しい。なんかあんまり夜ご飯とかにうどんを食べるっていうイメージがなかったんだけど、全然この感じだったら夜でもすっごい満足感あると思う。なんかおうどんだけじゃなくてお酒があったり、なんかね、コースもあるっぽい。うんま、最高ですね。カジュアルなおうどん屋さんっていう感じじゃなくて、本当になんかデートとかでも来られたら嬉しいよなって多分思うと思う、女性も。
景色いいうどん屋さんにデートで連れてきてもらったら、この人めちゃくちゃセンスいいなってなって、量すごいわ、本当締めるし、程よい緊張感ももちろんあるかなっていう感じ。1年前は本当に緊張してて、なんていうの、マニュアル通りの女みたいになってたけど、今その分ちょっと余裕も生まれたから、なんかもっとここをこうしてみようとか、そういう風にも思うようになったし、いい感じで楽しめてるかなって。私がインタビューをするときに心がけていることは、相手が話し始めてちょっと間が空いても待つっていうこと。なんかそうすると本当に食べらなきゃって思ってくれて、話をしてくれることがすごく多いから、なんかやたらめったら質問を投げかけるんじゃなくて、結構相手の呼吸を待って、やばい間が空いちゃった、なんか喋らなきゃじゃなくて、なんか待つっていうことを心がけてから、なんだろう、お話の呼吸がいろんな人と合うようになってきたかなっていう気がする。でも結構それってこのお仕事じゃなくても人と話すときに使えるテクニックかなって思う。特になんか初めての人と会うときとか、相手の話を聞きたいなって思ってるときは使えるんじゃないかな。でもやっぱりもちろん普通にスタジオでやる仕事も、まあその回しって言われる立場なことが多いけど、スタジオでやるときは尺とか結構自分でコントロールするのが難しいっていう感じだけど、インタビューに行くとやっぱり引き出したい答えっていうのがこっちもそれなりにあって、こういう話が聞けたらいいなと思って、話が違う方向に行っちゃうことってもめちゃくちゃあって、それをこう軌道修正してこっちに持ってこさせるっていうか、それってすっごい難しい。未だになんかパーフェクトだったなっていうインタビューって多分2回ぐらいしかないかな。毎回、あ、ここもちょっとこうできたなっていう反省を抱えながら帰るっていう感じ。だから本当に日々勉強だなって思う。お腹いっぱいのうどんを食べてこの後ヨガに行きました。移動しまくってる。私ほんとこんなに休みの日にアクティブに動くタイプじゃないから、ほんと珍しい。ね、今日ね、すごいあったかくて外が。で、お天気もいいから、なんかお出かけしようっていう珍しい気持ちになった。めちゃくちゃインドア派なので、出ても500メートル以内とか、なんかスーパーに行くくらい。食べましたお腹いっぱいすぎる。
どんの概念が変わりました。ごちそうさまでした。では休日を満喫してきます。またね。